誰かに話したくなる英会話、文教大学の提供でお送りします。 Hello everyone, I'm Lena Yamazaki。 ここからは誰かに話したくなる英会話、文教大学あの光一先生と一緒に今日覚えてすぐ誰かに話したくなっちゃう英会話を学んでいきます。あの先生、今日もよろしくお願いします。Hi everyone, 文教大学のあの光一です。リスナーの皆さん、レナさん、今日もよろしくお願いします。お願いします。さて、今日は日本語特有の表現のニュアンスを英語でどう表すか考えていくんですよね、はい、そうですね。何かお願いするときに、うん、悪いけど何々してもらえるなんてお願いすることありますよね、はい、この悪いけどのニュアンスってすごく、まあ、難しいかなと思うのでちょっと考えてみたいと思います。なんでつけるのかって考えたら、うん、ちょっとお手数かけて申し訳ないんですけど、はい、みたいな、その気持ち、そういう気持ちなんですよね。そうですよね、はい、でこれそのまま直訳はちょっとできないので一度日本語で言い換えてみるとどうなるかっていうと、うん、まあ、もしできればいいんですけどなんていうふうに言い換えられるかもしれませんし、うん、できればでいいんですけど、そうそう、ダメかもしれないけどもしよろしければっていうことなので、はいはいはい、これってもしっていうのは実は仮定法のニュアンスですよね、英語の。確かに。で仮定法っていうのは、はい、現在のことでも過去形を使うんですけれども、はい、この助動詞の過去形の would だとか could を使って丁寧にお願いすることができるということで、まあ、これを使うともしできればっていうニュアンスを表せるんですね、はいはい、例えば食事の時にちょっとお塩取ってもらいたいっていう時ありますよね、うん、Would you pass me the salt please?、うん、もしよければ取ってもらえますかっていうことで、ちょっと悪いけど取ってもらえるって同じような感じですよね。なんかより丁寧な頼み方っていう印象がありますよね、うん、そうですウズとかクール、それは控えめになるのでもしもみたいな感じで、うん、それから自動販売機でお茶を買いたいけど例えば小銭がちょっと足りないと、はいはいはい、もしできれば100円貸してもらえるなんていうこともあると思うので、うん、そんな時に Could I borrow 100 yen?、うん、って言えると思います、うん、まあどちらももしよろしければもしできればっていうニュアンスで丁寧な印象を与えられるっていうことですね。なるほど、まあ、もちろん仲のいい友達同士ならここまで丁寧にする必要はないと思うので、うん、今のも could ではなくて can を使って Can I borrow 100 yen?ちょっと100円お願いみたいなことになるかなとは思いますけどね、うん、なるほど。じゃあちょっと関係性に、ね、はい、よって使い分けていただけたらと思います。そうですね、ということで先生今日もありがとうございました。ここで一曲お送りするのはスクリレックス&プーベア Would you ever?お送りしたのはスクリレックス&プーベアで Would you ever? でした。今日は日本語特有の表現のニュアンスを英語でどう表すか考えていきました。先生、また来週もよろしくお願いします。 See you! See you next time!